こんにちは、堀場です。今回はですね、こちらにあります、私が愛用しているモリスのダイバーズウォッチ、こちらのですね、気に入っている点、そしてちょっと微妙に思っている点、そちらについてお話をしていきたいなと思います。で、まずブランドなんですけども、こちらオリスというブランドで、1904年に誕生したスイスの時計ブランドです。オリスはですね、スイス製、そして機械式にこだわっていまして、現在販売されている全てのモデルはですね、機械式になっています。そしてですね、スイス製で機械式なんですけども、意外とこうお値段はお手頃で30万円前後くらいで大体のモデルを購入することができます。並行輸入品ですと、そこから価格がもう少し落ちて20万円前後で購入できるかなと思います。で、私はですね、こちらを台湾で購入しまして、その時のレートでだいたい18万ぐらいですかね、20万円以下くらいで購入しました。で、30代という、節目のですね、ちょっと前にこちらを手に入れまして、そこからですね、3年ぐらい経って、ほぼ毎日のように使っている、そんな時計です。で、こちらの時計について今回は、気に入っている点、そしてちょっと微妙に思っている点、こちらについてね、結構主観的にはなりますが語っていきたいと思います。まずはですね、気に入っている点から見ていきます。で、気に入っている点、やはり一番はこのデザインですね。デザインが非常にかっこいいなと思って、これがすごくね、気に入っている点です。で、まずこちらのモデルはですね、Diver's 65というモデルで、名前の通りなんですけども、Diver's ということで、こちらは Diver's Watch です。で、65というのはですね、1965年のことを表していまして、こちらはですね、1965年に誕生した Diver's Watch の復刻モデルになります。で、1965年代の復刻ということで、やはりこの見た目が結構ヴィンテージライクですよね。この辺がすごくね、気に入っていて、まずこのベゼルから見ていただきたいんですけども、ベゼルがですね、意外とこう細身のベゼルになっていて、ちょっと頼りない感じにも見えるんですけども、個人的にはこのね、細いベゼルがこうヴィンテージ感を出していて、すごくね、気に入っている部分です。そしてですね、こちらの風貌を見ていただきたいんですけども、この風貌がですね、少しこう丸みを帯びていて、このドーム型の風貌になっています。で、個人的にはこれがね、すごく好きなディテールで、このドーム型の風貌だから購入したって言ってもですね、過言ではありません。というのもですね、私はこちらのオリスのダイバーズウォッチを購入する前に気になっていたモデルがありまして、それがですね、セイコーのファーストダイバーの復刻モデル、これがですね、非常に気になっていました。で、そちらのセイコーのファーストダイバーもですね、こういったドーム型の風貌になっていまして、それがですね、すごくかっこいいなと思って、それがね、欲しかったんですけども、そちらの復刻モデル、限定モデルでして、入手性が悪くて、入手するのが難しくてですね、結局は手に入れることができず、それに似たような時計をですね、こう探していたんですけども、そこで見つけたのがこちらのオリスのDiver's 65でした。ですので、やはりこの決め手となったのはドーム型の風貌ですね。これが採用されているのが、購入の最大の決め手です。こう見た時のですね、この丸みを帯びた感じ、こう触った時のこのつるんとした感じ、これがですね、非常に気に入っています。こう文字盤を見た時も、サイドがですね、ちょっとこう歪む感じもすごく好きでして、時計はやはりこう金属パーツでできていて、どこかこう無機質な感じがするんですけども、このドーム型の風貌にして、このね、ちょっと歪んだ感じに見えたりするところで、時計にですね、表情が出てきて、まあ、無機質な物体なんですけども、そこになんかこう感情が乗っているような、そんな雰囲気がですね、このドーム型風貌を好きになっている理由でもあります。でこのドーム型風貌っていうのは結構ね、昔のヴィンテージの時計とかに結構採用されていて、でヴィンテージのものはですね、まあ、プラスチック風貌とか多いんですけども、こちらはですね、こちらの復刻モデルに関してはサファイアガラスになっているので、しっかりとですね、耐久性も高くて割れる心配はほとんどありません。ということで、まあ、ドーム型風貌、まあ、語るとねキリがない感じがしますので、まあ、次行きたいんですけども、次はですね、このケースサイズですね。でこちらのケースサイズは 40mm になっています。でオリスのダイバーズウォッチはですね、まあ、大きく2種類ありまして、こちらのダイバーズ65というシリーズと、もう一つはアクイスというシリーズがあります。でこちらのダイバーズ65のシリーズは、大きくサイズが3つありまして、 42mm 系、そしてこちらの 40mm 系、そして一番小さい 36mm 系があります。まあ、そんな中で私が選んだのはこちらの 40mm 系のものです。で個人的にはこのね 40mm 系というサイズが非常に気に入っています。で、まあ、最近はですね、結構時計、腕時計もですね、こう小ぶりなちょっとケースサイズを小さめのものがだんだんとこう流行ってきている感じがしますが、まあ、ちょっと前まではですね、デカーツブームがありまして、ケース径が大きくてさらに厚みもですねあるような、結構ボリューム感のある時計が流行っていたんですけども、まあ、そんな中でこちらのDiver's 65は 40mm 系で、さらにこう厚みもですね結構抑えられていて、こう割とね小ぶりなDiver'sウォッチになります。ですのでこうね、手首に乗せた時にも結構こう手首の収まりが良くてですね、この辺のサイズ感が非常に気に入っています。まあ、私の手首周りもそこまで太いわけじゃないですので、まあ、結構標準的な手首サイズだと思うので、まあ、そういった日本人の、手首にもですね、まあ、非常に収まりがいいケースサイズで、このねケースサイズは非常に気に入っています。 42mm 系だとちょっとね気持ち大きくなって、なんか微妙に合わないなと思いますし、また 36mm 系だとやはりちょっと女性っぽい感じがして、まあ、ダイバーズウォッチのこのちょっとね男らしい感じが軽減されて、ちょっと微妙な感じもしたので、まあ、結局ですね、まあ、その間にあたる 40mm 系を選んでいます。実はこちらはですね、モーベンバーエディションといいまして、ちょっと特別なコレクションです。でモーベンバーというのは説明をですね、下に説明を載せておきますが、まあ、いわゆる、まあ、女性のピンクリボン運動があると思いますが、それの男性版と思っていただければいいかなと思います。でまあ、こちらのね裏蓋を見ますと、ちょっとね写真を出しておきますが、こんな感じで口ひげのですねマークがついていまして、これがですねモーベンバーエディションの証になります。一応ですね、まあ、新品で購入しますと、今はですねベルトを変えていますが、付属しているベルトはですね革ベルトとナイロンベルトがありまして、その両方にですねこの両方に口ひげのマークが刻印された、そういったオリジナルのベルトがついてきます。やはりこのね 6G1 にある小ぶりの日付表示、これすごくいいなと思っています。まあ一般的にね 3G1 にあって意外とねこう大きくなってるんですけども、 6G1 のものは非常にですねこう小さくなっていて、もうほとんど目立たないですね。まあこの地震噴疹がこの 6G1 に来ると全く見えなくはなりますが、まあ日付はそこまで頻繁に見るわけでもないので、まあ、あると便利だけど、まああったらあったでちょっとねこう全体的なデザインのバランスが悪くなったりするので、それを考慮するとこのね6G1の小さな日付表示っていうのはこう絶妙なこうデザイン性を損なわない絶妙な感じになっていて、これもですね非常に気に入っています。でそれ以外にもですねこの地震とか噴疹インデックスを見ていただきますと、ちょっとねこうゴールドカラーの縁取りがされていて、この辺もですねこうヴィンテージライクですとかちょっと上品に見えるような、そんなカラーリングになっていて、この辺もこう、武骨な感じのするダイバーズウォッチなんですけども、そこにこう品をですね持たせているような、そんな感じがして、このバランス感もねすごくいいなと個人的には思っています。といった感じでですね、デザイン性は非常に気に入っていて、このデザイン性にこう惹かれてこちらを選んでいます。でそれ以外に、一応ですね、機能面もお伝えしておきますと、こちらまずベゼルはですね回転しまして、これはですね逆回転防止ベゼルになっていますので、こちら反時計回りにはこう回っていくんですけども、時計回りの方にはこう回らないようになっています。そしてですねこちらのリューズはですねねじ込み式のリューズになっていまして、こちらですね、1回こう緩めていただきまして、緩めた状態でこう回すと、これでゼンマイが巻かれます。次に1段階引っ張るとこちらの日付がですね変わりまして、さらに2段階引くと、それでですねこちら秒針が止まりまして、これで時間をですね変更することができます。そしてこう時間を変更した後戻す時は1回押して、で押し込んだまま回すことでこのように締まります。でこのねじ込み式リューズになることで防水性をですねしっかりと確保しています。でこちらの防水性は 100m 防水になりますので、生活防水としては十分な防水性があります。といった感じで一応機能面になりました。でもう1点いいと思っているのはやはり価格ですね。先ほど最初の方にもね述べた通り、このオリスというブランドは結構ね手頃な価格になっていまして、こう20代ぐらいからも手に取りやすい価格、20万円前後でも、購入することができますので、その点はですねこう初めて購入する、スイス製の機械式ブランドとしてはすごくねこうおすすめしたいかなと思います。でもちろんですねこちらのDiver's ウォッチ以外のモデルも結構ありますので、その点はですね、気に入ったモデルがあればそちらをね選んでいただいてもいいかなと思います。ということで、気に入っている点は以上になりまして、次はですねちょっと微妙に思っている点、こちらについて話していこうかなと思います。で微妙に思っている点はですね、それはムーブメントです。でこの外見はですね先ほども言ったようにすごく気に入っているんですけども、こちらの中身ですね、ムーブメントに関してはちょっとと思う部分はあります。でこちらのオリスはですね最初にも言った通り機械式にこだわっていて、現在のモデルは全て機械式なんですけども、実は中に入っているムーブメントは自社ムーブメントではなくて汎用ムーブメントが入っています。で汎用ムーブメントというのは、ムーブメント会社からこう供給されているもの、これがですね汎用ムーブメントになりまして、でオリスはですね現在はセリタのムーブメントを買って、それをですね、こういった時計の中に入れています。でこちらもですね、セリタのムーブメントが入っていまして、もちろんですね、それをオリスが改良を加えて生産しています。で、やはりですね、時計好きの中ですと、この自社ムーブメントにこだわる、マニファクチュールにこだわる方も非常に多いですので、その点で考えると、自社ムーブメントが搭載されていないっていうのはちょっとね、微妙に思うかなと思います。私はもちろん購入する前にそれをね、調べて知っていましたので、それを踏まえた上で、納得した上で購入していますが、やはりですね、もっと時計についていろいろと調べていくと、やはり自社ムーブメントがいいんじゃないかなとね、心が変わっていく、心移りしていく感じがあるんですけども、実はですね、このオリスが汎用ムーブメント、現在はセリタのムーブメントを使っているわけなんですけども、これも一応ね、歴史を遡るとその理由が分かってきて、実はですね、セリタというね、ムーブメント会社をオリスが支えていたという、歴史もありまして、その話を聞いて、よりですね、このオリスが好きになりました。で、一応ですね、オリスも自社ムーブメントがないわけではなくて、最近、結構ここ数年、2、3年の間にですね、自社ムーブメントを開発していくつかのモデルに載せています。で、自社ムーブメントができて、それがキャリバー400というものですが、そちらをですね、最初に搭載したのがDiver's ウォッチで、こちらの Diver's 65ではなくて、もう一つのシリーズのアクイスにキャリバー400という新しい自社ムーブメントが搭載されて販売されました。その自社ムーブメントも結構すごくてですね、5日間のパワーリザーブ、そして耐磁性がある、さらにですね、10年保証があって、このオーバーホールの期間も10年に1回を推奨しているという、結構すごいムーブメントになっています。で、現在ではそちらのアクイス以外にも、こちらのDiver's 65のですね、一つのモデルに搭載されていまして、個人的にはね、それももしこれを購入するタイミングでその自社ムーブメントのものがね、販売されていたら、もしかしたらそっちをね、選んでいたかもしれません。でもですね、そちらの自社ムーブメントが搭載された Diver's 65はちょっとね、このベゼルの感じが少し変わっていて、自社ムーブメントを搭載している方がもう少しモダン的なスタイリッシュさがあるんですけども、個人的にはこっちのね、ヴィンテージ感漂うこのベゼルの感じが好きなので、個人的にはもう私が持っているこれに自社ムーブメントを乗せ替えてほしいなとはちょっとね、思っていたりもします。自社ムーブメントもうね、最近になって結構開発してきて、歴史のね、1904年に誕生しているので、すでに100年以上を経過している歴史のあるブランドなんですけども、そこからもう一歩ね、進もうと前進している感じがあるっていうのも、このね、オリスはいいブランドならと感じる部分でもあります。ということで、オリスの残念に思う点は、ムーブメントについてだったんですけども、自社ムーブメントではないという点がね、ちょっと微妙に思う点ではあるんですけども、それには一応理由があって、歴史があって、それをですね、私はもう知ったので、知ってからは特にね、そこまで気になる部分ではなくなったんですけども、最初の方はですね、その点は結構気になっていた部分でもあります。最近は自社ムーブメントもね、しっかりと開発して、一歩ね、前進しようとしている、すでに100年以上の歴史があるので、さらに進化しようとしている、そういったね、精神っていうのはすごくね、共感できる部分もあって、そういったことをするブランドっていうのは、ね、私はすごく好きですので、よりですね、知れば知るほどどんどんこのオリスというブランドが好きになってきてはいます。といった感じでですね、今回はすごくね主観的な感じにはなりましたが、私が愛用しているオリスの Diver's 65のですね、気に入っている点、そしてですねちょっと残念に思う点についてお話をしてきました。いかがだったでしょうか。ちょっとね長い動画にはなっていますが、もしですねオリスというブランドがこう気になっている方がいらっしゃったり、この動画を見てちょっとね欲しくなった方がいらっしゃいましたら、是非オーリスのですねホームページをご覧になって、そこでですね自分が気になったモデルをですね、一度店舗に足を運んで実物を見て、その良さをですね実感してくれたら嬉しいなと思います。そしてですね、もし気に入っていただければオーリスを購入して、オーリス仲間が増えたらいいなとは思っています。といった感じで今回はこの辺で動画を終わりたいと思います。このチャンネルでは革靴を中心としてファッションアイテムを紹介しています。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録や高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。